皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日はですね火曜日の取引で、昨日のまあダウがね久々に大幅反発したので、今日の先物というかね日経がさすがに上がるだろうなっていうのは予想ついたと思うんですが、まずはですね久々に上げたダウですね、まあ、29,000割れたところから、2.6% プラス765、マイナスね1000とかねマイナス800っていうマイナスのこう4桁に近いっていうのはねもう見慣れたんですけど、この 1,2 年で久々になんかプラス700とかでかい数字見たなっていう感じがしますね。で、背景にはねいろいろ売られすぎだったり理由を挙げたら終わりがないと思いますけど、まず一つにですね、アメリカの国債ねが、まあ、一応 4.0 4ちょっと上回ったところ 4.2 ぐらいですかねぐらいからは、まあ、ある程度も頭打ちというか大陰線が出て、ある程度こう値が落ち着いてきたというところも一つあるかと思います。で、日経平均プラス、776 2.9% ですね、まあ、上げた、まあ、数字ねパーセントじゃないですけどこの700でいくと、まあ、ダウと同じぐらいで、まあ、昨日の、下髭の大陽線がねうまく効いて、だからまあ空売りも東証一部とか、ね、大型株だったら逃げやすいチャートだったかなとは思いますけど、まあ、窓開いてね、がっつり大陽線ということで、マザーズも当然ね、上げてプラス 22.3% 上げ、マザーズもね、まあ、ほぼ日経と同じですよねチャート、昨日の下髭の大陽線で窓開けて大陽線、まあ、ただ平均線に短期は抑えて中期長期が今頭を抑えられているというところで、まあさすがにねこれだけ地合いが良くて、まあ、久々にまあ溜まってたというかね、分も一気に上げたんで、そのもともと上げてたもんが一段上のステージに行ったってよりはあまりにも売られてたもんが若干買い戻されたぐらいで、正直すごい儲かったって、この安い時に買った人はいいですけどね、ちょっと買ってたけど安くなっちゃったって人はマイナスが減ったっていう人も多いかと。だから自分もこの安くなっているもう最近ですね、この2週間ぐらいは買ってなかったので、まあ、実際その前に買ってた銘柄が、ちょっとこうプラスになったりとかマイナスが減ったりとかっていう状況ですね。で、まあ、自分が、まあ、見てる銘柄ですよね、いつもチェックしてる銘柄は、まあ、9割ぐらいですかね、まあ、プラマイゼロを含めて、まあ、9割ぐらいが、まあ、プラスで引けていたなという印象です。まあ、逆にこの地合いで、上げきれなかったマイナスで終わってしまった銘柄でいくと、まあ、リミックス、マイナス 1.2%、まあ、マイナス5なんですが、まあ、この試合でもちょっとプラスではなかったっていうのはちょっと残念かなと思います。まあ、あとはね、キャンバスですね。マイナス4。で、ガーラも、弱かったんですけど、一応、プラス 4% ということで、まあ、途中から上がりましたね。まあ、長い上髭の陽線ではありますが、まあ、プラス22で 4% がガーラですね。あと GNI がマイナス8、まあ、0.6% 下げというところがありますが、まあ、あとはまあ自分が見ているところはですけどね、基本的には、プラスで引けてるかなと思います。まあ、プレイドとかもね久々に上げて 6% 上げと、まあ、結構でかい上げになってますけど、でまずは、メディネットとかダブルスコープ見ていくんですけど、まずアジア開発とグミですね見ていこうかなと思います。はい、でアジア開発、まあ、途中ツイッターでも言ったんですけど、5円タッチと、引けは4円なんですが、板自体が今まで3円4円の板だったのが、4円5円の板ということで、まあ出来高もね、ぼちぼちありますよ。最近中では結構、最近中ではっていうか、まあ、この6ヶ月で一番ですかね、6000万のあるということで、PTS が今 4.2 ですね。
で推移してます。まあなんかニュースが出たわけじゃないんですけど、まあ一応まあ3円4円から、まあ、4円5円、まあ地合いでちょっと資金もあったのかなっていうのもありますけど、まあ基本的には特設解除云々が必須になってくるので、大きく上げるにはね、まあそこまでに、その結果が分かるまでに6円7円ぐらいで、推移してもらって、で特設解除になったら、まあ、2桁10円から15円までまず、ね、上げて、でそこから、まあ数字というかね、今後の、ビジネスプランというか展開が出て、まあ、その20円とか30円狙ってくれればなっていう、ところではあります。まあ、ただ正直危険な状態ではあるんですね、その上場に対して。まあ、なのでなかなか高いところは入りづらいっていう意識もすごくわかります。で、最近見てた海運株ですね、なんか戻るの長期化するんじゃないかなって言っていた海運株、まあ、一応今日これだけの地合いなんでプラスではあるんですけど、まあ、日本郵船が 0.3% 上げのプラス10、商船三井が 1.6% 上げのプラス44ということで、まあ地合いとね、最近の下げ見るとちょっと物足りなく感じるんじゃないかなと、まあ、僕は思いますけど、あとね、今言ったそのグミも見ていくんですけど、クルーズがすごい調子いいので、ね、クルーズ一回見ていきたいと思います。で、クルーズ 9.8% 上げプラス111ということで、まあ、1242でも PTS 今のところまだ動きないんですけど、まあ、クルーズもちょっと前ですよね、 1週間2週間前ぐらいにちょっと IR 一回読んだことがあるかと思いますが、まあかなりこの700のね底値から IR 出てかなり激しく動いて、まあただ1300、1400で明らかに上髭の陰線で抑えられてはいるんですが、このまあボラリティというかね、値動きの激しさと、まあその上は正直限定的かもしれないですけど、底値はなんか切り上げてるように見えますけどね、この700のラインまず固めて、そして次800かなり固めて、ちょうど抵抗線でっていうところなんで、まあ高値掴みするっていうよりは、落ちたところでまたこう、今まあ1300ぐらいですかね、抑えられるとしたら、の間まで取れればなっていうところもあるのかなと思いますが、で、さっき言った、グミですね。はい。で、グミがプラス72、7.5%。まあグミっていうと、まあグリーの子会社で、まあ決算もこの前良くて、で、まあメタバースでね、日本企業がどれぐらい結果出せるのかと、まあ、いっぱいありますよ、メタバースいっぱいあるんですけど、まあ、結構グミがその中でもちょっと注目度が高いかなと、まあ、自分は思ってます。で、まあこの半年で見ても、まあ、約2倍の株価になってますし、ちょっとねこの決算とか IR 続いて、まあ、利確売りとか売られる時だったらこのまま落ちてると思うんですよね。そこからしっかり中期線で、跳ね返してきたというか高値に向かっているっていうので、まあ、強い動きなのかなと思うんですよね。でグミが、まあ、強いと力強いというところと、チャートこのままで、まあ、次に、ダブルスコープ見るんですけど、このまま、ちょっと注目銘柄いくつか読み上げていきたいと思います。でメディネット、まあ、今日はプラス 1、まあ、1% 上げなんで、まあ、チャートは見ないんですけど、まあ、中期線の上で、まあ上髭あり下髭ありの、陰線、まあ、ただちょっと上髭の方が長く見えるんで、まあ、ここら辺でねちょっと中期線のとこでなんか最近ずっともうもたもたというか、横ばいになってきてるんで、一段上に頑張ってほしいなというところが、まあ、メディネットですね。でアイスタイル、まあ、プラス10で、まあ、500手前489で、まあ、一応この今日みたいに地合いい日と、まあ、昨日おとといみたいに地合い悪い日含めても、まあなんとかですね、この400後半ね、500手前で固めているので、まあいつか安いところで入りたいってこう見ている方は結構多いと思うんでね、アイスタイル、まあ500手前で入るのか、もう一段下があるのかというところですね。で、まあ自分が今日気になったところでいくと、以前
ちょっと先週ぐらいですかね、言ったその半導体関連が結構売られていて、まあただ将来性考えると安いとこ拾いたいと言っていたんですけど、まあいくつかありますけど、まずね、例えば、まあ、代表格というかね、まあ、フェローテック6890フェローテックがあるんですが、まあほぼ日経と同じ動きですね。あのチャートもほぼほぼ日経と同じチャートになってますね。プラス 2% 上げのプラス54で、他の、まあ、半導体銘柄も、まあ、大体 2% ぐらい、まあ、自分が見ているところは上げているというところで、まあ、安く買いたいんでね、まあ、見てるんですけど、まあそのなんていうか根本的な力というかね、伸びとかは強いと思うんで、やっぱり地合いが悪い時に拾うぐらいしかないのかな、安く入りたいなら、それぐらいしかないのかなっていう感じです。で、先ほど言ったですね、まあ、ダブルスコープ、見ていきたいと思います。はい。で、ダブルスコーププラス14、1% 上げで、まあ、1402、まあ、PTS がまあプラス2なんで、まあ、ほぼ動いてないんですけど、まだこの動きをね、どういうふうに感じるかというね、まあ、出来高900万、まあ、1000万弱、まだ最近どんどん出来高は減ってきてますよね。で、まあ、ちっちゃい、陰線、まあ、ヒゲがほぼほぼ上も下もないような状態の陰線で、で、まあ、一応プラス14、1% 上げで、まあ、このね、下ヒゲ陽線から続くこう右肩上がりのところで、まあ、一応右肩上がりにはなってるんですが、ちょっと陰線というところで流れちょっと嫌だなと、まあこれ抜けていけばね全然強いんですけど、ここでまた下で推移すると弱いなというところで、ちょっと嫌な雰囲気かなと思いますけど、まあこれだけ地合い良かったんで、まあ、正直ねここまで落とされてるんで、もうちょっとやっぱ上げを期待した方も多かったんじゃないかなと、まあ、自分は思うんですよね。で、まああとは昨日言ったこの上髭が1700で、これをもし反転したとしたらこの下が1100ということで、まず1600、700いけるのかというところで、まあ明日この陰線をねがっつり抜けていけばまだまだ勢いあると思うし、この小さい陰線さえ超えれないというかね、落とされるとまた底根を探りに行く展開ということで、まあ若干、まあ、ちっちゃいハードルというかね一つ出てきました。まあだから昨日おとといとね、この地合い関係なく上げてきてるんで、まあ、逆に今日地合いが良くても陰線ということなんで、まあ、ダブルスコープは今変な話、地合い関係ないのかなっていう感じもしますが、まあ、もう一段上に上がるたびにはね、これ超えていかなきゃいけないのかなと思います。はい。で、まあ、今回は以上になります。で、ちょっと今日早い時間に、まあ、動画撮ったんで、まあ、もしかしたらこの後ね、また夜に、まあ、エンタメの動画か、まあ、株でなんか面白い IR とか出れば、まあ、そういうニュースとかね IR 紹介しようかなと思うんですけど、また、下の概要欄ですね、自分がやってる Twitter のリンク貼ってあるんで、よかったら、チェックしていってください。でよかったらですね、こちらのチャンネルも登録していただいて、また別の動画も、チェックしていってください。ありがとうございました。